い元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて今回はこのチャンネル始まって以来、実は初めてハーレーに絞った解説をしていきます。突然ですが皆さんに質問です。世の中にはどんなバイクメーカーがあるでしょうか。国内4大メーカーに加えてドゥカティ、トライアンフ、アプリリア、そういろんなメーカーがありますよね。バイク好きの皆さんだったらこのようにたくさんのバイクメーカーを言えるでしょう。でもこれをバイクを全く知らない人に聞いたらどうでしょう。もしかしたら一番最初に出てくるメーカーはホンダでもヤマハでもなくハーレーではないでしょうか。それでは今回の内容です。まずハーレーというメーカーについてざっくりと解説をします。メーカーとしての生い立ちからエンジンの歴史、最新の車種など現在大きな変革期にあるハーレーの情報を一気に解説します。この一章だけを見てもハーレーの全体像が理解できる濃い内容になっております。次にハーレーに乗る上での注意点。乗りやすくなったと言われる現在のハーレーですが、そこはアメ車、国産車との大きな違いを解説します。知らないとこんな費用かかるんだと後で後悔することになりますので、しっかり聞いてくださいね。ディーラーで購入する場合と比べ大幅に低コストで維持し続けられ、しかもプラスアルファのサービスも展開している大手販売チェーンも紹介します。最後にハーレーの魅力、具体的な楽しみ方を解説します。このチャンネルの動画編集者でもありハーレーオーナーでもあるブルース鈴木さん曰く、ハーレーの楽しみ方って実は10個もあるそうです。お楽しみに。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、では最初にハーレーの歴史から解説をしていきましょう。ハーレーはアメリカのミルウォーキー市でウィリアム S ハーレーさんとアーサー・ダビッドソンさんが共同で立ち上げ、1903年にハーレー・ダビッドソン第1号を発売しました。ミルウォーキー市はシカゴから北へ150キロほどのところに位置していて、五大湖の一つであるミシガン湖のほとりにあります。アリゾナとかフロリダとか暖かい南の地域にあるのかなと思いきや、五大湖の近くにあるっていうのは意外ですよね。ハーレーのイメージと違いませんか？同じ五大湖の近くにはビッグスリーに代表されるデトロイトもありますんで、この辺りは自動車製造業が盛んなんでしょうね。続いてエンジンのお話。近代のハーレーでは大きく3種類に分けられます。まず空冷大排気量の OHV エンジン。2017年までは2バルブのエンジンでしたが、2017年からは4バルブ化されたミルウォーキー8へバトンタッチしております。ちなみにこのミルウォーキー8の名前の由来ですが、言わずもがら先ほどお伝えしたミルウォーキー、そして4バルブ ×2 気筒、つまり8、8ですので、ミルウォーキー8っていうことなんですね。次に空冷焼酎排気量の OHV エボリューションエンジンです。ハーレーの中では比較的高回転まで回るスポーティーなエンジンですね。このエンジンが登場した時、旧来からの原理主義的なハーレーファンの方はブロック形状でちょっとかっこ悪いんじゃないなんて言ったため、ブロックヘッドとも呼ばれていました。まあしかしね、今となってはあまり耳にすることはありません。最後に水冷 OHC のレボリューションエンジン。ハーレーにもついに水冷化の時代の波が押し寄せています。ハーレー初のオフロードバイクというか、まあアドベンチャーツアーラーとして話題になったパンアメリカや、パパさんの愛称で有名なスポーツスターの実質的な後継モデルナイトスターも水冷レボリューションエンジンを搭載しています。次にバルブの駆動方式について、近代の水冷レボリューション以外は基本 OHV を採用しています。 OHV を簡単に説明すると、オーバーヘッドバルブ、つまりシリンダーヘッドの上にはバルブしかありません。カムがシリンダーヘッド上にある OHC と違い、 OHV のカムシャフトはクランクシャフトの付近にあります。このためシリンダーヘッド上の構造がシンプルで堅牢になってくるんですね。アメリカの広大な大地では必ずしも修理工場が近くにあるわけではありませんので、この丈夫で整備しやすいシンプルな構造を採用したエンジンというのはアメ車にはぴったり。そしてアメリカは州によりますが、基本的に排気量によらない税制なんですね。このため小排気量の高回転エンジンで頑張るよりも、大排気量でゆったり乗る方がアメリカの税制や環境、そしてアメリカ人の気質にも合ってるんです。これがざっくりとした OHV がアメ車に採用される理由ですが、より詳しく知りたい方は車のチャンネル運営をしている自分の高校時代の後輩フィアットさんが OHV だけに特化した詳しい動画を出していますので、そちらの動画を参照してください。こちら興味のある方は画面右上のリンクから飛んでみてください。さてエンジンに話を戻すと、数種類のエンジンのベースを設計しておいて、ボアストローク比で排気量を微調整します。それを車体、フレームに乗せ
ていく設計思想のため、エンジンの種類は少なめで搭載する車種が多く存在してきます。実はトヨタでも同じようなことをしていて、 V 型6気筒の GR エンジンを設計しておいて、それにボアストロークを微調整し、 1GR、2GR、3GR、4GR と排気量のバリエーションを持たせているってのとよく似てるんですね。そのエンジンのバリエーションの中から排気量が大きい 1GR は車格が大きいランクルやタンドラ、 2GR は 3.5 リッターのアルファードやベルファイア、そして排気量が小さい 4GR はマーク X や IS250、GS250 に搭載されます。このトヨタの例をハーレーに当てはめると、例えば一番有名なモデルであるスポーツスター、エボリューションエンジンは 76.2×96.8 で 883cc、 ボア径を広げて 88.9×96.8 で 1201cc となるんですね。そしてなんと驚いたことに、実は最近人気 YouTuber である山賊ライダーズ浅山すずさんがバイク王のハーレーコンセプトストアビート&シーさんよりこのバイクをプレゼントされてるんですね。パパさんを、これぞ企業案件、もう物品提供とはいえもう額が桁違いですよね。自分はグローブとかですからね、もうマジで僕にもハーレーください、もうくれ、よこせ、よこせください。いや、すいません。ぜひ、企業の、ご担当の方、この動画ご覧になってましたら、ぜひ、ハーレーください。よこせ、ゴルレ。あ、すいません。取り乱しました。1201cc は、48が有名ですね。7.9 リッターしか入らない、いわゆるピーナッツタンク。100キロそこらで給油がしなければならないというね、デザインに全振りした大人気モデルです。このスポーツスターシリーズはハーレーの中では車重や車格、お値段も比較的コンパクトで、それでいてしっかり空冷 V 型2気筒 OHV エンジン、ハーレーのエンジンを堪能できる、日本人にも扱いやすい人気車種になっています。いや、それにしてもね、ノッチさんの愛車パパさんが盗まれるなんて、世の中デンジャラスですよね。次に車種についてざっくり解説をします。ハーレーには派生モデルが多くありますが、2023年動画制作時時点で三輪のトライク車を除くと大きく4車種に分けられます。一つずつ簡単に解説をしていきましょう。まずはグランドアメリカツーリング、ロードキングやロードグラインドなど 2000cc にも迫る空冷大排気量ミルウォーキー8を搭載。リアにはケース類を装備し、アメリカの大地をビッグツインの鼓動とともに旅をする、もうこれぞハーレーとも言うべきバイクですね。次にクルーザー、代表車種はソフテイル。グランドアメリカツーリングに比べ風防やパニアケースを簡素化したモデル、ハーレーの中ではバランスのいいど真ん中な車種ではないでしょうか。次にスポーツ、こちらは長年スポーツスターが鎮座していましたが、2021年に終売、2022年より水冷のレボリューションエンジンを搭載したナイトスターにその座を明け渡しています。最後にアドベンチャーツーリングとして、ハーレー初のオフロード走行可能なアドベンチャーモデル、パンアメリカですね。 1250cc でレボリューションエンジンから派生されたレボリューションマックスエンジンを搭載しています。以上がハーレーの概要です。最初のショーからかなりボリューミーでしたが、ついてこられましたか？近代化されたハーレーといえども、やはりそこはアメ車。次のショーではそんなハーレーを所有し乗る上での注意点を解説します。はい、ではハーレーを実際に所有して乗る上で注意点がいくつかありますんで紹介していきましょう。まず1つ目、ネジやボルトが一般的なミリ単位ではなくインチ単位であり、国産車のために買い揃えた工具は使うことができず、インチサイズで買い揃え直さなくてはならないということ。ドライバーやラチェットなんかは一般的なミリ工具と共通なんですけれども、トルクスと呼ばれる星型の工具、コンビネーションレンチやソケットレンチ、ヘキサゴンレンチなんかは新たに買い揃える必要があります。またカスタムパーツを取り付ける際、新たに長いボルトが必要になった時、ミリ単位であればホームセンターで調達できますが、インチサイズのボルトやナットはガテン系のプロ用のホームセンターでも売っていなくて、取り寄せかアマゾンなんかで買う必要があります。ボルト一つが手に入らないがために、今日のメンテやカスタムもこれにて終了なんてことになりかねません。次に注意点2つ目、重い車重ですね。エントリーモデルのスポーツスターパパさんでさえ256キロもあるんです。これは国産メガスポーツのハヤブサよりほんの少し軽い程度。
しかも国産メーカーの設計の良さ、徹底したマスの集中化、もしくははたまたハーレーの演出でしょうか、スポーツスターの方が体感的にはよほど重く感じるんですよね。まあ、鉄っぽい塊感といいますか、ギュッと重さが詰まっているような気がします。経験の浅い方は覚悟しておいた方がいいでしょうね。3つ目の注意点、それは雨や湿気に弱く錆びやすいということ。車体のパーツの多くは鉄でできています。雨を想定していない設計とはもちろん言いませんが、雨と分かっているんだったら雨天走行は控えた方がいいですね。またこの個体のようにむき出しの車外エアクリーナーの場合、雨天時の走行は本当にやめておきましょう。やはりピーカンで乾燥したアリゾナ砂漠の一本道を走るようなバイクですから、このあたりは湿度の高い日本で乗る上での注意点となりますね。そして4つ目の注意点、モデルにもよるんですけれども、フォワードコントロールであるということ。なんだそりゃって初めて聞いた方も多いと思いますが、このフォワードコントロールというのは一言で言うと足を前に投げ出すようなライディングポジションのこと。スーパースポーツのバックステップとは真逆のスタイルってことですね。このフォワードコントロールは操作のしやすさを求めたものではありません。とにかくゆったりとしたライディングポジションを作るためのものですから、運動性能や操作性というものは犠牲になっています。国産のスポーツバイクから乗り換えた場合、慣れるまではちょっと怖いかもしれませんね。またブレーキの効きも甘く、フロントフォークも柔らかいので、こちらも注意が必要ですね。そして最後の5つ目は、まあ想像通りでしょう。車体価格や維持費が高いっていうこと。今年2023年春、東京モーターサイクルショーにお招きいただき、ブースでの出演の隙間時間、ハーレーブースに行って驚きました。200万円オーバーの車両ばかり。昔パパさんが88万3000円で売られていたのは今は昔ならぬ今はもう大昔話です。これにつられて中古車価格も上昇トレンド。特に人気車種空冷のスポーツスターはカタログ落ちしていて、中古は新車価格を超えるものばかり。例を挙げると2018年は新車で135万円でしたが、今その車両を中古で買おうとすると、普通に1万キロくらい走ってるのに150万160万は当たり前です。川崎のゼファーや ZRX ほどひどい高騰ではありませんが、新車の価格を超えてくるのが当たり前になってきています。人気車種で玉数が多いとはいえ、今後生産されることはもうありませんので、市場からは減っていく一方、どんどん希少性は上がり、今後も値段は下がりにくいかもしれませんね。この動画を編集しているブルース鈴木さんの余生の楽しみとして、老後は空冷ハーレーでとことこ日本一周するっていうものがあるそうなんですが、老後が来る前に空冷スポーツスターが生産終了、買えなくなる前に急いで中古の空冷スポーツスターを今年買ったそうです。維持費においては正規ディーラーで購入しない限りは言うほど日本車とは変わりません。スポーツスターパパさんなんかはむしろ燃費が良くて、廃屋指定ではありますが、リッター20を超える方が多いと思います。ただ車外純正含めパーツの一つ一つが高額であったり、外車の割増特別工賃だったりと維持費は高くなる傾向にあります。特にディーラーでは純正バッテリー3万円、オイルは1リッターあたり3000円、1時間あたりの工賃、レバーレートは2万円近いというのはもう当たり前です。維持費を気にする方は購入するお店レッドバロンがいいと思います。工賃はレバレードが低く設定されているだけでなく、オイルリザーブに加入しておけばオイル代はほぼかかりません。レッドバロン以外でも面白いサービスを提供しているなと思うのは、バイク王のハーレー専門店ビート&シー、人気 YouTube チャンネル山賊ライダーズの朝山すずさんやブルース鈴木さんはこのビート&シーを選んでいます。面白いサービスっていうのは、年に1回ツーリング先のバイク王の店舗から自宅最寄りの店舗まで無料で陸送してくれるっていうもの。行きはバイク、帰りは飛行機なんていう贅沢なツーリングを楽しめます。3連休くらいの休みであっても、帰りが飛行機や新幹線だったらかなり遠くまで行くことができるようになりますよね。まあ、以上5点が注意点です。やはり日本車のようにはいかないこともありますが、ハーレーはそれを乗り越えてなおあまりある魅力ありますよね。第1章第2章ではハーレーの概要であったり注意点であったりと、いわゆる事実をお伝えするお勉強の章でした。さて最後の章は、上記を踏まえた上でハーレーの魅力、具体的な楽しみ方を解説します。今回の動画の中で一番熱を込めた熱い章になっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。とは言ってもですね、実はこれ最後の章は自分ではなく、現ハーレーオーナーであるブルース鈴木さんにまとめてもらいました。自分が代弁する形でいきます。だってハーレーの所有経験がない自分が言っても皆さんに響きませんからね。ではブルース鈴木さんの心の叫びを代弁して叫んでいきましょう。
はい、それでは最後の章の前に少しだけお知らせです。このクラブハーレーっていう雑誌読んでる方いらっしゃいますか？一冊1200円くらいしますよね。実は月額わずか418円で国内ほとんどの雑誌読み放題っていうサービスがあるんです。もちろんこのクラブハーレーも読み放題。アメリカンの情報誌バイブスも月刊オートバイもヤングマシンも、なんならバイク以外の週刊文春や週刊ベースボールなんか、国内ほぼ全ての雑誌1200誌の最新号からバックナンバーも読み放題なんです。自分自身も実は利用していて、間違いなくお得な紙サービスですんで、ぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。はい、それでは本題に戻しましょう。この動画の中で一番伝えたい現オーナーの心の叫び、ハーレーの魅力、楽しみ方について僭越ながら鈴木社オーナーの私めがお伝えいたします。まず結論から言うと、ハーレーの楽しみ方は10個あります。こちらです。はい、ドン。まあ、一つ一つは細かく解説しませんが、乗ることやいじることだけでなく、ハーレーのアパレルを身につける楽しみなんかもあるんですよね。実はこれら10個はブルースさんが勝手に言っているんじゃなくて、ハーレー公式が言ってるんです。まあ10個もあるんですけれども、この10個をざっくりとまとめると、つまりこういうことではないでしょうか。ハーレーの楽しみ方はたくさんあって、どう楽しんでもいい。ハーレーの楽しみ方は十人十色であると、まあ、ブルースさんはこう解釈しているそうです。次にハーレーの具体的な楽しみ方を日本とアメリカにおいて一つずつ紹介します。まず日本での楽しみ方、その一つがブルースカイヘブンですね。ハーレージャパンが公式に運営するハーレー乗りのためのイベントで、なんと国際サーキットであるあの富士スピードウェイを土日2日間貸し切るんです。そこで新車の試乗会や愛車でのサーキット走行会、音楽ライブやキャンプなどが楽しめます。元格闘家のマサトさんもゲストで出演し、自身のハーレーで140キロ出したって SNS でアップしてましたね。国産メーカーもヤマハはヤマハカフェなど、全国の道の駅やイベント会場でミーティングをしていますが、富士スピードウェイを貸し切るハーレーの本気度合いが見て取れますね。次にアメリカ編。アメリカでハーレーをレンタルしてみませんか？これはブルースさんが6年くらい前に利用したイーグルライダーというレンタルバイクショップ。いろんなところに拠点はあるんですが、ブルースさんの場合、ラスベガス発で旧ルート66を走ってグランドキャニオンを観光したそうです。皇帝のメイン、アリゾナ砂漠の一本道はまさに眼科での眼圧検査の世界。ほら、あの砂漠の一本道で気球が浮いていてボケて見えますかって聞かれるあれです。そんな眼圧検査の世界観を楽しめます。でね、ちょっと例えがちょっと残念じゃないですかね、ブルースさんね。そしてグランドキャニオンは圧巻、死ぬまでに一度は見るべき絶景とのことです。もう羨ましい。ライダーとしてはぜひレンタカーではなくレンタルバイクで行きたいですよね。でも先立つものがなくて無理って思われると思います。わかりますよ。でも大丈夫。ヒントはラスベガス。なぜ出発拠点にブルースさんがラスベガスを選んだのかです。勘のいい方ならもうお気づきですよね。そう、勝てばいいんです。勝てば。ラスベガスのカジノはホテルの中にあって、カジノ収益があるため、ホテルは豪華でありながら比較的格安で泊まれます。そしてあからさまな旅行者にはディーラーが勝たせてくれます。ブルースさんはルーレットで勝ったそうです。いや、勝ったというより勝たせてもらったようですね。カジノ運営側もエンターテインメント、おもてなしですからね。旅行客には気分よく旅行してもらうのがディーラーの仕事です。もちろんガチ勢には容赦なくコテンパンにやられると思いますんで、ギャンブルはほどほどにしておきましょう。さて、今回はハーレーの解説でした。決して高性能でも安いバイクでもありませんが、それらの欠点を補ってあまりある魅力、味わい深いバイクではないでしょうか。バイクは趣味の乗り物ですから、好みも十人十色。ハーレーにあらずはバイクにあらずっていうような信者の方もいれば、バイクの中でもハーレーだけは受け付けないっていうアンチの方もいます。ただ長いバイク人生の中で一度くらいはあのハーレーに乗ってみたいとは思いませんか？ブルースさんも実はハーレーの前は国産のスーパースポーツに乗っていた方ですからね。自分は人生最後のバイク、上がりの1台を考えた時、ブルースさんと同じように空冷のスポーツスターがいいなって考えてます。人生最初のハーレーが人生最後のバイク、そんなバイクライフの幕引きもありかなって思いますね。このチャンネルではこんな感じで、元バイク屋としての知見、バイクライフに役立つ情報を毎週土曜日に定期配信しています。ハーレーに限らず幅広くバイクの話題を取り上げていますんで、ぜひチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いいたします。そして先ほどお伝えしたように、この動画の概要欄には月額わずか418円で雑誌読み放題という紙サービス、楽天マガジンのリンクを貼っておきます。自分自身何年も利用している間違いなくお得な紙サービスですんで、ぜひ概要欄はチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。